ルノーのコンパクトカールーテシア、こちらにね事前に予告されていましたが、 E-TECハイブリッドいよいよ登場しました。アルカナで最初に搭載されたこのねルノーの本当に独自のハイブリッドシステムは、まあ、F1 技術であるドグクラッチをね使って2つのモーターとエンジン、そしてドグクラッチ付きのギアボックス、これらの組み合わせによって、まあ、ハイブリッドならではの燃費とかね、あとモーター走行の良さとかそういうものの一方で、ハイブリッドに今までね、まあ、ちょっと物足りないなと思わせたドライブフィールのリニアリティとか、そういうものをまあ合わせ持たせるというんでしょうかね、そういう独創的なシステムです。これがねアルカナに続いてルーテシアに搭載されました。ルーテシア自体はねもう説明の必要はないと思いますが、でこのね、ハイブリッドシステムがいよいよこの B セグメントコンパクトカーのルーテシアに搭載されたわけです。まあ、例えばねもちろん日本を見ればアクアがあったり日産ノートがあったりね、ライバルというかそういうものはあるんですけど、実は輸入車で見渡すとないんですよね。特にね、まあ、このフルハイブリッドっていうのはドイツ系メーカーがねあんまりやりたがらなかったところもあって、ライバル不在です。なのでまあ得られたのはもちろんハイブリッドという記号性もあるんですけど、圧倒的にねライバルの中でグッと燃費性能が高いですね。このねルーテシア E-TECハイブリッドはモード燃費 WLTC でなんと 25.2 キロです。例えばそれこそフォルクスワーゲンポロは確か 17.1 キロだったでしょうかね。途上208ね、こちらも 1.2 リッター3気筒ターボですけど 17.8 とかかな、そのぐらいの数字だったように思います。それに比べてまあさらに言うならば同じルーテシアの 1.3 ターボはね17キロですよね。まあその辺が輸入車の B セグメントコンパクトカーのまあ平均的な値だったんですよ。それがねなんか見事にドーンと突き放したなというところですよね。もうこの燃費だけでまずは一つかみ二つかみしてるなと思うんですが、ただねまあもちろんルーテシア買おうってきた燃費だけじゃ買わないよねというところで、走りの楽しさみたいなところでも実はねこの車見どころがあるよねと思ってます。まずはねこの走りの活発なところ、これですよね。細かなスペックは実は違ってて、バッテリー冷却の方法なんかもね、まあスペースの都合とかあるんでしょう、違ったりするんですけど、まあ大まかなところではそのアルカナに使ってるのと同じシステムです。アルカナがねほぼ車重 1.5 トン近い、まあ1470でしたかねに対して、こちらルーテシア1310キロです。160キロ違うということでね、ほぼ同じパワートレインで160キロ違えば走りはね快活になるのは当然ですよね。もう走り出した瞬間からね、もううわ元気だねこれとね、なんかすごいね嬉しくなっちゃう、そういう走りをね実現してます。転がり出して、これね基本的には最初はモーターで走り出すんですけど、しかもそこには、ダイレクトのギアがつながってるんで、本当にスーッと何の抵抗もなく違和感なくダイレクトにリニアに発進していくわけですよね。これがねもうこの瞬間から楽しい。でその後踏んでってもおっと盛り上がっちゃう、気持ちが盛り上がっちゃうぐらい、あのトルクも盛り上がってくる。なのでねこれすごいね、こうルーテシアってそもそも 1.3 ターボで元気な車なのに、さらにこうバイタルを強化したようなね生き生きとした走り実現してますね。あの力があるというだけじゃなくて、このドグクラッチ、というかまあ固定ギアの AT を組み合わせたということで、すごくアクセル操作に対しての反応がリニアダイレクトです。これも車を元気に感じさせる、車、ね、との一体感を感じさせるんで、そういうポイントになってるんだろうなと思います。なんかねアルカナではギアがカシャカシャ変わる音とかすごいしてたような気がするんですけど、この車あんまり気にならないですね。やっぱり車重が軽いと確かに実際カシャカシャあんましなくてもいいというか、余裕が生まれるっていうところはあるんでしょうね。遮音とかそういう違いもあると思いますけど、言ってみれば何でしょう、運用がしやすくなってるというんでしょうか。だからもうパワートレインの印象に関してはね、もうこれは期待以上かなというところですね。で、こっちもねこっちは期待をそこまでしてなかったというと言葉がねちょっとおかしいですけど、あのあんまり気にしてなかったのに乗ってみたらよかったっていうのは乗り心地です。考えてみるとね、その 1.3 リッターターボのルーテシアってちょっとね今回のモデル足が固めなんですよね。フランス車猫足みたいなイメージからすると結構こう目地段差超える時なんかにガツンと来たりするんですよ。なんかね生地ワインディングロードとかの走りが素晴らしすぎるんで、なんかねまあいいかなと固めをつぶってしまうところなんですが、まあ硬いことは硬かったわけですよね。それがねこのハイブリッドになって
なんかね、しなやかさが出てきたんですよね。まあそれね、理屈は至極簡単で、アルカナよりはもちろん軽いんですけど、ルーテシアの中ではね、やっぱりこの車、車重があるんですよね。100キロ、110キロかな、重いわけですよ。まあそれが、そのうちのね、おそらく大半がフロントに乗ってる。まあリアにもバッテリーとか乗ってるんで、7:3ぐらいの割合かな、勝手に想像するとね。まあそれでね、多分、こう全般にね、乗り味が落ち着いたんだと思います。17インチタイヤとか履いてても、その、こう角が立った部分が押さえつけて丸められたのかなと思うんですよね。非常にね、これはなんか副産物狙ってやったのかどうか分かりませんけどね、副産物なのか狙ってそうしたのか、乗り味格段に上質なものというかね、質の高い雰囲気のものに仕上がってますよこれ。いや本当にね、まあ、ルーテシアそもそもそうだとは言ってもさらにね、こうレスポンスが際立ってコーナリングマシーンで走りがこれ楽しいですね。本当にね、打てば響くって言葉がふさわしい、そういう走りが実現されてますよこれ。こうやってグッと踏み込んでいくと、ほらもうなんかね、間髪入れずに加速体勢に入るし、なんかね、身のこなしも全然その重さの嫌なところがないんですよね。いやこれ見事だな、これは気に入りました。はい、まあ、ご存知の通りというかね、まあ、ラインナップ見れば分かるんですけど、現行ルーテシアはね、ルノースポールなくなっちゃいました。今、メガーヌがありますけども、この次はどうなるか分からないみたいなこと言われてますよね。時代の流れではしょうがないかと思ってたんですけど、この車に乗ってちょっと気持ちが変わりましたね。ぜひね、この電動化テクノロジーを使った RS 出したらいいんじゃないかなと思います。で、ハイブリッドのルーテシア RS、 こんだけパワフルというかね、レスポンスに飛んだパワーエリートがあるんだから、例えばもっと、ね、エンジンをモーターをパワーアップしてなのか分かりませんけど、そういうものが出てきてもいいよなという気がしましたね。パドルとかついてないんですけど、これだったらね、なんか積極的に自分でもっとなんか運転に関わりたいなという感じもするし、いいんじゃないですかね。まあ、今、まあ、問題はルノーのね、 F1 とかウェックがアルピーヌブランドになっちゃったということなんですよね。まあ RS という称号を掲げるのか、それともルノー、ルーテシア、アルピーヌで行くのかっていうのもいいかななんて思ったりしますけども、とにかくね、なんかハイブリッド化されて燃費がドンと上がっても車つまんなくなったりしない、むしろ面白いと思わせる、まあルノーさすがだねという車ですね。はい、もう繰り返しになっちゃいますけど、これはね、惚れました。楽しい、ハイブリッド食わず嫌いの方、ぜひこれ乗ってみたらいかがでしょうか。気持ち変わるかもしれませんよ。